チャオアトゥッティ、スズです。今日はですね、食パンを使ってイタリア家庭料理を作っていきます。まずオーブンを180度予熱にしておいてください。トマトのペーストのこういう瓶が売ってると思うんですが、これを今日は少し使います。お皿に分けておいてください。今日使うのはトマトのペーストです。そしてモッツァレラチーズ、バジルの葉、ミニトマト、そしてオリーブの実です。モッツァレラチーズをまずこのように細かく切っておいてください。そしたら次に準備するのが食パンです。そしたら食パンを麺棒でこのように薄く潰して伸ばしていってください。これぐらいの薄さになります。そしたら食パンの真ん中にこのようにトマトのペーストを塗っていきます。トマトペーストの上にこのようにオリーブの実を切ってのせていきます。オリーブの実は種なしがもうすでに売っていると思うので、種なしの場合はこの上にポンポンポンとのせていってください。オリーブの実をのせたら、その上にさっき切ったモッツァレラチーズをのせていきます。次にトマトを薄切りにしてモッツァレラチーズの上にのせていきます。最後にバジルの葉をこのように細かくちぎってトマトの上にのせていきます。具材を全部食パンの上にのせたら、このように食パンの端と端をつまんでくるっと一巻きします。食パン同士が重なっている部分はこのように指で押してパンをくっつけていってください。重なっている部分はこのように潰してパン同士をくっつけていくんです。今回私は食パンの中にこのような具材を加えましたが、お好きな材料、例えばハムや蒸しエビなどを加えても美味しく召し上がれると思います。食パンが全部巻き終えたら、今度はオーブンプレートにオーブンシートを敷いていってください。そしたら溶き卵を準備します。卵2つをこのようによく混ぜていってくださいね。溶き卵が準備できたら、今度はパン粉を準備してください。そしたら先ほど丸めた食パンを卵、パン粉の順番でつけていってください。ここでちょっとイタリアらしいことわざをご紹介します。イタリア人は食事と家族や仲間の絆をとっても大事にします。こんなことわざがあります。Chi non beve in compagnia o è un ladro o è un spia。 どんな意味かというと、仲間がお酒を楽しく飲んでいる中で仏頂面をしてたりしれっとしてるやつは裏心があるやつに違いない、泥棒かスパイだという意味です。本当にすごい極端な表現が多いイタリア人ですが、イタリアらしいことわざの一つです。イタリア人と食事をするときにつまらなそうな顔をしていたりしれっとしていたりすると、泥棒かスパイに思われるかもしれませんよ。気をつけてくださいね。さて、食パンに衣をつけてオーブンシートの上に置いたら、その上にパルメザンチーズを振りかけていきます。さて、パルメザンチーズをかけたら180度予熱にしておいたオーブンに15分から20分入れていきます。完成です。お皿に移していきましょう。外はパリパリのカリカリ、中はとろけたモッツァレラチーズとたくさんのトマトが入っていて、何とも言えない一品です。その名もカンノーリ・ディ・パンカレー、食パンカンノーリです。このカンノーリとはシチリアの伝統のお菓子のことを言います。中にリコッタチーズがたくさん入っているこんなお菓子があるんです。
この最高の音をお届けできないのは残念です。パリパリの食パンにナイフを通すとすごくいい音がして、中身はというとこんな感じです。トマトがたくさんでチーズが伸びているのが見えますよね。とっても美味しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白かった、もしくはこんなことを教えてほしいなどございましたら、グッドボタンやコメントなどでお知らせください。今後もイタリア家庭料理をあげていきます。それでは次回もどうぞお見逃しなく。先日魚屋さんに行った時、見た目がなかなかパンチのあるアンコウがありました。それを買うか買わないかの攻防戦を皆さんにお届けします。Questa è carne bianca, se dai bambini pure al posto della sogola, perché è magrissima. Se vuoi provare una cosa nuova. No, oggi però questa. Dai. Perché esteticamente mi fa paura questo.